三陸浜街道とは、宮城県仙台市と青森県青森市を結ぶ、現在の国道45号に相当する区間の旧街道のうち、宮城県気仙沼市から三陸海岸を縦断し、青森県八戸市に至る街道。浜街道は、仙台藩、森岡藩、八戸藩にまたがる、脇街道の総称である。宮城県気仙沼市から、 青森県八戸市までの全区間の景勝地が三陸復興国立公園に指定されており、地形的に岩手県宮古市の平川を境に北は海岸段丘が発達し、南はリアス式海岸となっている。欧州仙台領中道定期には相馬境から東に境までを浜道筋と記され、仙台城下町の北目町から下仙郡までの街道を南部街道、 気仙道などと称した。仙台、南部両藩の境目は、気仙郡軍と平野軍の間に位置する石塚峠であり、峠の入り口の仙台藩側には、本郷五番所、南部藩側には、平田五番所が設けられていた。官営18年、南部藩は、街道の改修工事と42丁を一理とする七立家の建造を命じている。慶安2年、 大道筋において、海辺道と呼ばれ、太平洋岸の海岸通りを経由していた。森岡半領八の平半分率が漢分四年にあり、旧古郡野田村徳寺が半境となり、半境には、塚が築かれた。森岡半領の東海岸の東浜街道、または三平一と呼ばれた現在の釜石市からに、くじしかけて海岸線に沿い街道が整備されていた。 宮古港のあった、桑ヶ崎浦と大干所のある、宮古村の二つの町は、平川の河口にあげ、陸中沿岸で採れた海産物の遺室や、東北太平洋岸海運の要所として、海鮮問屋や海産物の中外商人たちが軒を並べて賑わった。また、寛営年間には、宮古街道も整備され、森岡の外交として重要視された。宿場、天末二所。 法内交福期天南年中による、すべて現在の岩手県内八戸半寮九時から八戸城下への本堂は三冠の道である九時街道を経由していた。この他に八戸城下へは浜街道と称される二つの道があり、近世中期頃までの主要道としては海辺道と呼ばれていた種市中心部の南、神ヌカから山手の木内地区に入り、 そこから八戸に至る、荒井田街道があったが、旧古郡侍浜井北の海岸部には、森岡藩、北の牧や八戸藩広野牧などの原野に放牧していた繁栄牧場があり、通行が制限されており、幕末期には、鉄、塩などの流通拡大や、港湾利用の増加により、もう一つの海沿いの各集落を北上し、八戸城下に至る海岸通りが、 主要道となっていった。また、明治以降、荒井田街道が国道へ編入され、海沿いの街道と並行して国鉄八の平線が付設されたことにより、立場が逆転した。三陸浜街道と呼ばれるようになったのは、明治時代に入ってからで、明治14年の県記録に三島国道として、宮城県か気仙沼を経て、岩手県に入り、三陸海岸を経過して、 青森県下に通ずる沿岸郡村の陸上交通線の総称で現在の国道45号にほぼ合致している。三島国道浜街道。ありがとうございます。